8日の国際女性デーを前に民放と NHK のアナウンサーらが集まり女性のキャリアやライフプランなどに悩む学生の疑問に答え応援するトークイベントが行われました結婚や育児、仕事のバランスはどう取ればいいのかなどの質問に対しアナウンサーたちは自身の体験を交えながら一つ一つ丁寧に答えアドバイスを送りました。